さあ1回の裏、ホークスは3番の柳田が今シーズン第1号のホームラン、左中間プラス席へ運びました。1対0とリードして、これから2回の裏のホークスの攻撃、4番生5番のイデホから攻撃が始まります。さあイデホへのカウントは2ボール1ストライクです。いい当たりだ、これは文句なしだ、入りました。あの弾丸ライナーが越えていく。今シーズンのヤフオクドームはホームランがかなり増えそうです。イデホにも出ました、今シーズンの第1号ホームラン。あっという間に柵を越えていきました、2回で。ホームランが出ました。今日2本目、柳田そしてイデホ共にテラス席に入りました。今のシーンです。まあ、昨年までならばフェンス直撃ツーベースあたりでしょうか。うん、そうでしたね。はい、やはり、まあ、こういう風な形でホームラン2本打たれてますけど、フェンスがやはり前に出てきて狭くなったとはいえども、はい、やっぱりそのバッターにとってね、やっぱりローボールヒッターとハイボールヒッターのやっぱ見極めも大事なんですよね。ですから、まあ、球場が狭いからといって全て低めっていうものが通用するかというとそうではない。そうね、先ほどの柳田もどちらかというと低めのボールを打たれているわけです。そうでしたね。まあ、はい、両打者に共通して言えるのはローボールヒッターですよ。